お疲れ様です。今日ですね、こちらの小屋ミラーやっていきます。ということで、まあ、なんかすごいすごいなんかへんてこな弱そうなデッキではあるんですけど、マルチ上位で今ぼちぼち使われてるんですよ、これがね。はい、いや、まじほんまにこんなんで勝てるんって話なんですけども、まあ早速ちょっとやっていこうかな自分がファイボとミラーか。はい、まあ主にゴブゴヤミラー、あとは最後の最後はね、ガゴムレミラーとかディガーミラーで、まあ、頑張っていこうっていうデッキなんですけど、今ねマルチ上位そのクエイクも多いんですよ。クエイクも多い、かつあと枯渇も多いんですよ。そう、マイティとかもうこれもうダメやんっていうダメやんこれって話なんですけど、まあでもこういうデッキも多分戦えるのかな。戦えなきゃやってきない、うん、思ってる入ったな。さあスケキンのソウルコールが頑張ってくれるとか言ってると、今回ないとまだクエイクなんですよ。きついやんっていう、どう見てもね、どう見てもきついやんと思うんですけども、多分ね相性はそんな悪くないというねことで頑張っていこう。ちょっとゴブが起きたいんだけど、クエイク打たれて美味しい思いされるのもちょっと嫌なんで、よいしょ。さあなんか両サイね、このガゴムレがいるかどうかはね怪しいとこですけど、まあどうせマイティ、おお、ボム、おしゃれな受け方ですね。あー美しいねでもここにボムを使ってくれたら、なんだろうね、ゴブゴヤが生きるみたいな思ったけど、全然クエイクあるわ。ガゴムレミラー、これちょっといいっすね。マイティいないタイムの、まあマスケもいるしね、何でもいるっちゃいるんですけど、これやばい、早くゴブゴヤ回したいホークが守れない。あー、これでマスケを入れてくるやつですね、スケキンを送らせて。まあでも今のは使ってくれたって考えれば、やりゴブがはみ出る。いや俺このやりゴブのダメージでね勝つプランなんですよね。いやーまあ一応クエイク持ちだけど、ミラやっとこうかな今だし。いやーやばいやなこれ、普通に削りたい。うっ、苦しいが、この両サイ攻めなんとかなれ。いやー意外とマスク削ったけどみたいなね、惜しいな。いや対話する、お前ってやばいよ、やばい、あのマイティが。もう一回行こう。うわ、マイティどけろ。うっ、ファイボ圏内じゃねえ、ファイボミラーで落ちる。ファイボミラーで落ちます。お、耐えたぞ。ファイボミラーで落ちる。うっ、なー、危ねー、いや危なすぎるんだろ、なんだこれっていうデッキです。はい、まあでも今クエイクとマジ枯渇めっちゃ多いんですよ、それしかいないっす、ぶっちゃけ。けど、まあ、上にいるんで、まあ、頑張れば戦えるのかなみたいなデッキですね頑張ればしんどい、しんどいな。まあでもガゴムリ武装にはなってましたよね。マイティがでも強すぎんな、危ね。さあなんとかねなんとかね、やりゴブギャングね、やりゴブギャング、小屋のやりゴブね、マジやりゴブ頼りっすよね。
こんなんでラバとか弾けたら幸せですけどね。対空バックだし。あー、リリーババ。あー、すごい。本気。え？しかも、レイジザップはね、めんどくさいね。え？今、レイジザップ使った？はしまいさ、まあ、最悪なのが、エレキとマザネクとかかな。エレキぐらいしかいないんじゃねこれ。あー、ヒースペエレキだ。うわ、うまい。うわー、それうまい。ヒースマンのかよ。ヒースピレージザップですね。ちょっと回転が早いですね。おっと、つってるやん。ちょっと綺麗に守れて、おっと言うとるやんけ、おい。いや、でも、いやー、どうだ、これ。止まるかなスケキンのソウルコール、しっかり使うの大事ですね。リセット系ちょっと多かったんで。うん。あと、ガゴムレミラーも、頑張ればなんとかなりそうみたいなとこあるけど。これどうだろうな。この選択は良かったのか悪かったのか。レイジもザップもあるからね。さあでも、さすがにね、止まるよね。いやー怖い。ちょっと出しすぎた。エリバブとか来たらこれどうしよう。何の音だよね、さっきから。いや、リコバ早く。早く生まれろ。よし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 。いや、もう、俺は耐える、耐える、耐える。ガゴムレミラーはね、ちょっとあると思うんですよね。まあ、レイジザップやらしといての。いや、これ置いとくか。守れるからっすね、あとは俺が。スケキン、スケキンは最強だと思うんで、スケキンのソウルコールで陸行けっすね。しないと勝てない。それを美しい。あ、でもやっぱぶっつりゃぶっつりゃぶっつりゃ。これなんか事故んねえかな。1匹とかにね。お、やりこぶが。いや、ボコボコにしろボコボコにしろボコボコにしろ。あれさ、ファイブで溶け打ってみよう。えい、よし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 。いや、これ逆サイすげえくんだ。で、またスケキンのソウルコールいるっすね、俺これ。それを使わないと守れないと思う。で、耐えて、もう一回小屋をと。危ねえ。900しかねえけど。あと、これディガーミラーのタコもあるんですよね。俺の大好きな。あ、一回ね。やべ、これ暇すぎて。ソルゴルして、いや、耐える。耐えたい。マジで。耐えれば、それさ、リーガ面白い。うい、リーガ2体ともね残ってる。いや、危ねえこれ。レイジザップ2枚持っての厄介でしたね。エレキヒースピもだし。よし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 よく耐えた。もう小物しかいねえから、意外とスパーキーの受けとしては優秀でしたね。なんで、まあ枯渇とクエイクさえ引かなければみたいなデッキかな。さあ、よろしく。一旦ゴブ小屋置きたいけどない。さあ、出たよマイティ。マジ強いんだよな。強すぎる。
マイティだとね、あと何のデッキか分かんないからね。え？マジ？やりすぎだね。あ、これあれかも、ヤナメレイジのね民がいるんですよ。超きついやつ、それな気がする。あーマジでキッツってなるんで、もう一回ガゴムで。あとこれレイジかな、ここにはレイジがあった気がする。なんでレイジ落ちるが読みのやりゴムで、ザッピーとかがね入ってるね。ヤレージですね。あー俺記憶良すぎ。さあ窓を取られるの良くないんでファイバー打たないと、まあ、ヤレージか。まあまあまあ、でもガゴムレミラーで頑張るプランはね結構濃いっすね今のとこぐらいしかねない気がする。橋前逆スケキンとか強いのかな。おとなしく行くか、一回ね。真っ向正面から。チャンピオンはミラーできません。ごめんなさい。全然スケキンミラーしたくないし。はい、みんなしちゃう。あー、それやば。天才やん。いや、でもスケキン強え。で、やりゴブのね、あのハミが頑張ってくれる。ハミやりゴブいいっすね。ちょっとこれ無視されるの嫌なんで。さあ、マジで守るの大変だな、これ。やば、やりゴブやば。このマイティで落ちなければ。え？え？やばすぎ？ちょっと待って、落ちないやろ今の。なんで？やばいよ。ちょ、 HP 半分ぐらいしかなかったぞあいつ。もうマイティね、あの下方じゃねえ。もう本当に本当に、え、マジ？いや今の俺で勝ったと思ったもん。マイティの今の耐えてザッピーだけで苦しくてみたいなね、俺の勝ちルートだったのに。謎すぎる。あいつは壊れです。今すぐ6コスぐらいにしてみる。5コスとかだったらもう中半端足りない。消すか5コス6コス。はい、あっちが色服です。きついです。デリークエイクッド、もうねこういう時に限ってきついの来るんですよね。クララはあるある。でも五分が命。あー俺の命の小屋が無限やり五分編。これ勝ったら勝てんのかな。着色服っしょ。このデッキで一番衣装が悪いのってなったら着色服っすね多分。まあでも勝っちゃいそうだな俺。さあここは5を打たず許容できる。ずるっ。はみ出るよこれ、はみ出るんですよねだいぶ。よしよしよし。いや五分超え弱え。あちょっと強え。ゴブが弱いし、あっちが強すぎ。いやー、これはもう攻めたら終わるっすね。
よしよし、いやでも意外と耐えれてる。まあデリが強いんでね、これ。いやソウルコールいけたら熱かったけどな。よよ、よりゴムが入ってる。よしよしよし、これ勝ったらやばい。ちょっと勝てそうならおもろい。相棒やばいかな。無限に立てるよ俺。相手もあっちゅうて削りになってきてるやん。いや、ファイブものすごい打ちたかったけど我慢、負け筋をね減らしていこう。そっちサイドはもういい、やるよ。やばいそれ、ひどすぎ。え、ちょ待って、ロイフ強すぎ。なんでそんな入るの。これデリー来るんで、マジティガニ周で、バッドバニーちゃん、あちくいろふぐの民だけど勝てるんかい。いやめっちゃクエイクと戦えるっすね。まあウィザードとかはね間違いなくだるいと思うんですけど、まあ、ファイボーとヤリゴブ一発ぐらいでさ多分仕留めれると思うんですよ。マスキャ一発だと思うんだけど、ウィザードは2発とかいるのかな、ヤリゴブが。まあわかんないけど、もう積極的に5打つだったり、あとはディガーでタゲ取るするとなんとかなりそうですけどね。あーディガっぽいか、ディガっぽい。だいぶ吐きそうですねこれ。マイティがいるかもね、しかも。ってなるとアーチャクイロヨグぐらいのね危険度がある。ああそれか、マイティ。ああこれやばいな、マイティポイウッドかボムね。うん、まあやばいぐらいしかわかんないどうしたら勝てんだろうこれ。ボムでゴブ小屋も終わるでしょ。ああこれ無理っすね。うん、本当に勝てんのかな。ノーダメ完封でいじめられてもおかしくない。めっちゃ高め。めっちゃ高めに置いていくよ。これ美味しいっすね。この槍でね。はみ出る。うん。いや、意外となんとかなってる。ダメージ抑えて、最後ディガー削りで勝つみたいな。いや、なんとかならんか。無理かな、これ。まあ、ボムで綺麗に抑えられちゃうかな。ああ、やりゴブで。いやー、オルブレカ強っ。さあ、マイティ君。いや、ダメージちょっと押せれてんだよね、でも。なんでか。
さこっちに連れてきてくれる。いやマジでちょっとずれてる。ワンちゃん？ワンちゃんだかこれ。まあ、マイティさえた後の高めガゴムです。さっきから俺が生きてるの。マジで、マジで生きてんだよな。もしかしたら相性がいいのかもしんない。俺が分かってないだけで。これはもうこっちっす。リガツ削りがかな。おーマジでなんで。いやごめんさ、こうなったらもうやばいよね。あ、もしかして、もしかしてだけど、麦炭だけど、これ多分麦炭じゃないっすね。多分。いや、麦、プロフィールが違う。1位がついてね。しかもこんなくらいにいない気がする。で、こんなデッキも使わない気がする大会じゃないと。なんか言うの、言わないと。あ、マジ麦じゃないっすね。麦っぽいけど麦じゃないっすね。はい、名前だけです。偽物だ。信者か。俺が思ってるよりもね、小屋が強い説がある。俺の中で小部屋超強いんだけど、それ以上に強い説がね、ありますね、これ。言うの？コンビか。おー。ざっぱるよな、でも。あれありません。わあ、メガナイトオールブレイカーね。矢沢くんだとね、嫌だね。このファイブもなんか怪しいな。無視でもよかったかもね。ちょっとアドが、まあまあまあ、でも耐えれる。耐えたい。耐えてほしい。矢の雨やめろ。矢の雨打つコストなくなってるやんこいつ。あれ、矢の雨ないのか。あるんかい。やめてよ。いや、めっちゃ入ってる。ちなみにこの背中がね、いい。俺は五分小屋を延命したいんだ。よし、五分小屋で相手の頭は線まで削ってる。よし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 。お前で気持ちよくなってるやん、負けどんのに。よし、いや俺こっからね、でも逆転負けあるっすね。メガナイトプリンス
なんで、はい、ワンチャン捕ましたくないよの矢なめきでソウルコールですよね。はい。グッドゲーム言っとくか。いやーマジでこれやりゴム泣いてるっすね。いやーもうやーマジで強いな。